足立康康日本維新の会の会でございますあの先日の大臣所信質疑においてです、ね、NHK 会長にもお越しをいただいて、新型コロナの話を少ししました。今日あは地方税について議論させていただく委員会でございますがあ、ちょっと最初ですね、若干お時間を頂戴して。 新型,コロナ新型コロナと NHK ということで、若干質問させていただきたいと思います。まあ、あのその先日も議論しましたようにね、まあ、その例えば私、スマホを持っておりましてね、スマホにあのまあいろんなアプリがありますが、例えばニュースでスマートニュースっていうアプリがあります。スマートニュースっていうの開けるとね、もうトップページに、トップページに、 皆さんお持ちですスマートニュースなんか使ってる、初日香さん使ってるそうそう、タブのね、あのスマートニュースっていうのは、タブがこういくつか並んでるんです、タブが。で、一番トップのタブのろを開くとね、まず何が出てくるかっていうと、トップページに、新型コロナウイルスチャンネルで、チャンネルって、もう一つ、隣の新しく作られてるタ,タ,タブ。 それが新型コロナウイルスチャンネルです、そのチャンネルで最新情報を提供していますと出てくるわけです。だからもう、このアプリを開くとです、ね、最初にそれが出てくるわけです。で、それを押すとですね、新型ウイルスというタブにつながりまして、その新型ウイルスのタブのトップには、厚生労働省の例のです、ね、ページ。 新型コロナウイルスに関する Q&A 等々に飛ぶようになっている、民間の、まあ、営利と言っていいのかな、そういうニュースアプリであってもですね、これだけのことを当然のようにしているのに、なぜ NHK はぽーっとしてるんですかということを先日、NHK の会長に申し上げましたが、なんか紙を読むだけで帰っていかれました、だからもうアホらしいんで、今日は読んでません。そういういね 公共放送たる NHK がぽーっとしているときに、じゃあ、総務省はなんかそれその、できないのかなと、もちろんその報道ですから、報道というかあの、放送番組ですから、えー、例えば民放の番組の編成や番組内容についていろいろ口出しをすることが適当だとは思いません。しかし、公共性の高い受信料で成り立っている公共放送 NHK がですね、 これだけの国家的な危機のときにぽーっとしていると、やっぱりおかしいというのがもうあの、感じざるを得ないんですね。例えば、科学的な情報、技術的な情報、あるいは先日の17日ですか、その受診の目安、でこの受診の目安もです、ね、報道はしてくれてますよ。ところがね NHK でさえ、民放物とコメンテーターがま適当なこと言ってますけど、NHK でさえ、どこのお医者さんかわからないお医者さんを読んで,です、ね、この政府、内閣として発信をしているこの受診の目安を取り上げてです、ね、これは分か,り分かりにくいですねみたいなことでね、37.5度以上の熱が4日以上続いたらということになってるんだけど、4日も我慢できませんよねとか言ってね。 我慢できないときは、まああのえーあの、医者に行くんだけど、マスクして行ってください、まあいいんだけど、NHK であればね、もう少しやっぱり国民の利益のために、と前申し上げた青い L 字、L 字ってこういう,、まあう,いうのもありますね、地震とか津波のときに出るような。 そういうい青い L 字型の画面を用意して、既存の番組はすべて流しながらでいいですよ、必要な情報、最新のニュース、関連新型コロナに関連する最新のニュース、そして QR コード、そういったものをずっと貼り付けといたらいいじゃないですか。大臣、これやっぱり総務大臣として何かできることはありませんか。 高市総務大臣、えー、放送法上、残念ながらできません。えーまあ、放送法上総務大臣が NHK に対して、まあ、放送事項について要請することができるのは、国際放送の、えー、実施要請に限られますでまで、あ、その場合においても、NHK の放送番組の編集の自由に配慮しなければならないとされております。 ただ、一般論として申し上げますとあの、国民の生命と財産を守る、正確で迅速な報道を行うというのは、公共放送の担い手として、まあ、NHK に求められる最も大切な役割の一つだと存じます。ですから NHK では、まあ、その公共放送としての社会的使命を踏まえて、テレビ、ラジオ、ネットを適切に用いて、 きめ細やかな情報提供を行って、国民視聴者の皆様の負託に応えていただきたいと思います足立君。あのーまあ、結局、自律的な組織、団体っていうかね、がその自律性を維持していこうと思ったら、やっぱりその責任、社会的責任、あるいは法律が求めているその公共性、そういったものをしっかりとその使命を自覚して当事者がですよ。 国会や政治家が言うんじゃなくて、政府が言うんじゃなくて、当事者、NHK が自らのガバナンスの中で、しっかりその責務をですね、果たしていくためにもっとコンシャスになって、やっていかなければならないと思うし、私はそういうことがもし実現できないのであればね、法改正で、いや、できないようになったら仕方ないよね。しっかりと、しかるべき枠組みを作って、 そういうい国家的な必要性に限定して、必要な科学的、技術的情報を国民にしっかりと伝えていく枠組みが、私は必要だと思うんですよね、まあ、あの高市大臣はまああのご見識のあられる方ですから、そういう乱暴なことは。 えーまあ、ないということかもしれませんが、私は NHK が機能、本来の公共放送とし,としての役割を果たせないんであれば、法的枠組みの見直し、これも検討すべきだと思いますが、これはあの、さら問いですが大臣もうなんか、ばしっと言っちゃってください <laughs> もう、ニュースになるようなことをちょっと。 いやあのニュースになるのは足立委員で十分だと <laughs> <laughs>、えー、思います。あの 2月7日に国会に提出させていただいた NHK 予算および総務大臣の意見というのがありますが、その総務大臣意見には、国民の生命と財産を守る正確で迅速な報道、えー、などですね、またあの大規模自然発,災発,あの発生時など、あらゆる手段できめ細やかな情報提供を行うことといったことは書かせていただいております。でまあ、その上で えー、あの法改正ということですが、まあ、仮に何か政府が放送内容について事前に確認を行うとかいうことになりますと、憲法が禁止する検閲につながる恐れがございます。たただまあ放送事業者はは、ね、間違ったことは あの放送しちゃいけないと、まあこれは現行法でも。あの放送法上事実を曲げないで報道すること、また仮に間違った情報を放送した場合には訂正放送を行うことが。求められておりますので、まあこれをしっかり守っていただくということになるかと存じます。荒木君。ありがとうございます。まああのご見識だとは思います。今日はあのえっ、ー、と小島政務官お越しいただいています。ありがとうございます。お忙しいですね。 いいろいろとあっちもこっちも、あの今、大臣からですね、まあ、その間違った放送、報道内容、放送内容は、まあ、あかんわなという話がありましたあの、私は放送番組であれ、ネットの番組であれ、誤った情報が流れることはありうると思ってますが。 そして、厚生労働省として、新型コロナについて、もし間違った情報が。展開されていれば、それをしっかりとチェックして、言うべきことを言っていく、これ当然だと思いますが、いかがですか。小島厚生労働大臣政務官。ご答弁申し上げます。今、あ、足立委員おっしゃったようにですね。えー、こうしたですね。新型コロナウイルス関して、関しましてはですね。国民の方々にですね。 迅速に、またははっきりと情報を提供することは重要要というふうに考えております。でそのためにです、ね、厚労省としましてはです、ね、テレビやインターネット上で発信されている積極的な確認、情報をです、ね、確認した上でです、ね、分析し、誤った情報が広がっていれば、正しい情報を厚生労働省のホームページ等で積極的に発展、発信しているところでございます。またあの業者にもです、ね ご用意いただきましてですね、厚生労働省と、えー、その公式カウンアカウントを開いておりまして、えー、正確な情報を発信しているところでございます。まあ引き続きましてですね、報、え、道、ー、し,しましてもですね、えー、テレビやインターネット上で発信される情報を確認いたしましてですね、これからも迅速かつ正確な情報を国民に皆様に提供していきたいというふうに考えておるところでございます。あざ君。 ありがとうございます、まあ、今おっしゃったのは、まあ、放送とかにかかわらずですね、もし間違った情報があれば、しっかりとチェックして、あの是正し、是正っていうのはまあ正しい情報を伝えていくと、まあ、こういうご答弁だったと思います。これ、しっかりあのお願いをしたいと思います。それからの、ちょっと戻りますが、大臣ね、ごめんなさい、あの通告じゃないんで、ちょっとまあ分かればいいんですが、先ほど、国際放送の話をされました。あのちょうど今あの 世界からですね、日本が相当あのいろんな厳しい見方をされている、まああの、あるお医者さんの情報、ユーチューブなんかも含めてです、ね、大騒ぎになっています、だからまあこういうとき、いやこれもまたあの国際放送も放送ですから、まあ、あ議論はあの先ほどあったようにあの限定的な話ですが、こういうときこそやっぱり、国際、NHK 国際放送がね、 ちゃんと国益に即した、まあ、国益ってごめんなさい、また政治的な話じゃないですよ、事実が世界に伝わってない、特定のお医者さんが発信している情報だけが拡大していることは、ですねやっぱり私は問題だと思うんだけど、やっぱりその国際放送について、何かできることはあるでしょうか。高市総務大臣。 あのまあ国際放送については放送法第65条にえ規定されております。あの総務大臣は、協会に対してえまあ放送事項ですね、これは法人の生命、身体および財産の保護にかかる事項、国の重要な政策にかかる事項、国の文化、 伝統及び社会経済にかかる重要事項、その他国の重要事項にかかるものに限る括弧、えー、書きがついてあるんですが、まあ、その他必要な事項を指定して、えー、国際放送、えー、または協会、国際、衛星放送を行うことを要請することができるとなっております。でこの国際放送は、あの受信料であの行われている他の放送と違って、税金がまあ別途入っております。 でただし、この65条に2項あのがありまして、総務大臣は全項の要請をする場合は、教会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならないとされております。あの過去に、えー、私ではない、えー、総務大臣が拉致問題についてですね、えー、具体的な要請をしようとしたときに、まあ、大問題になってしまったというようなことがあって、 えーまあ、私自身もいろいろ申し上げたいことはございますけれども、あの国民の生命に、えー、かかること、えー、なども含めてです、ね、申し上げたいこともございますけれども、えー、ただあの法、法律に従って、抑制的には、えー、抑制的な要請はしなければならないんだろうと思っております委員長荒木君、あの今、大臣が申し上げたいこととおっしゃったのは、えー、と拉致の話、それか、 新型コロナについて、ちょっとよく分からなかったんですが、私はあの当然ですね、これはあっていい、だって法律がそうなっているわけですから、でもちろん、抑制的にハンドリングしなければいけないにしても、まさに今がそれではないかと私は思いますよ。だから高市大臣、まあ、拉致の問題その、以前の大臣の取り組み。 について私はちょっと改めてまだ復習しておきますが、しておきたいと存じますが、今、新型コロナについて、国家的な大事になりつつある中で、私は今こそ高市大臣がですね、今おっしゃった、ご指摘いただいた NHK 国際放送という税金で成り立っている、国民が支えているその国際放送を使ってですね、 国の危機を、あるいは国民が、まあ、世界中からその日本国民がです、ね、例えば海外のお寿司屋さんに落書きされたりとか、実際に激しいこのなんて言いますかね、風評、私は風評に近いものがあると思いますよ。政府は、まあ今日 この後予算委員会にも立たせていただきますので、関係大臣に新型コロナの問題、加藤大臣も含めて質問させていただきますが、まあ、いろいろ課題はあるが、そんなもの、世界中からわーわー言われる話じゃないと、じゃあ、あのクルーズ船の話だって、じゃイギリスとの関係はどうなんだ、いろんな議論があるわけです。正確に特定の個人の医者の発信だけがクローズアップされるのではなくて、もっと正確で、 えー、国日本国民の安全の確保につながるような発信をです、ね、世界に対してしていく、これは今こそ、NHK 国際放送がなすべきであり、それはあ高市大臣が要請をされるべき事態でに至っていると私は思いますが、いか,がでしょうか高市総務大臣。まあ、あくまでもあの法律に従ってですね、あの教会に対しては、 法人の生命や身体及び財産の保護にかかる事項、国の重要な政策にかかる事項等、えーとえー、まあその他国の重要事項にかかるものに限るとありますが、まあ、この範囲でえ要請は行ってまいります上あ、足立君、ありがとうございます。とにかくあのこのまあいろんな課題憲法改正もも必要だし自衛隊の中等派遣も 大変なことにチャレンジをいただいてるし、えー、選択的夫婦別姓も大事、拉致の問題も解決していない、経済をしっかりとしん、えー、経済成長を図っていく必要もある、政府はさまざまな課題に取り組まれていますが、まさに今回の、えー、新型コロナの問題はです、ね、大変な事態です。誤解を、いや、これ大丈夫だという人がいるんだけどね、あのワクチンできてないんですから、まだ。 ピークをしっかりと、ピークをできるだけ後ろ倒しをさせる、そういう中で、しっかりと国民の生命をお守りをしていく、体制を整える、時間稼ぎをしていく、これ、大変に重要なことですので、国内、あるいは特に世界からですね、何か日本が誤解をされるようなことが決してないように、ぜひ大臣のリーダーシップをお願いをしたいと思います。 えー、もう、あのー、議論していただいたんで、1、えー、問飛ばしてもいいんだですが、ちょっとやっておきますあの、えー、と、先日の所信質疑で NHK 会長に放送、放送と通信の大融合時代に、NHK の受信料制度はどうあるべきか、真面目に考えてくれと言ったら、ーパ,ーパーっとしてました。 えと高市大臣は、この問題はあの正確にご理解をされている貴重な大臣であると思ってまして、私はあのまあジョンソン、ボリス・ジョンソン、イギリスのボリス・ジョンソン首相が、BBC の受信料制度の改革、これはまあ半分は政治的な、極めて政治的な駆け引きをですねやってる。 これはよく理解をしておりますが、少なくとも受信料制度の改革を打ち出し、まあ、ペーパービューのような、新しいネット時代にあるべき公共放送であってもですね、新しい受信料制度に変かかわる、新しい制度にする改革をもう、体を張ってやるんだと、こういう発信をされています。えー、私は高市大臣の間にですね、 まあこれまでも NHK については、果敢にいろいろご指導をいただいてきていることはよく承知をしていますが、特にネットの同時配信ですね、ネット同時配信についていろいろあのガバナンスのことをご指摘いただいているのはよく承知していますが、私が申し上げているのは、それよりももっと大きな話、そもそも受信料制度大丈夫かと、NHK の貴重なプログラムをです、ね、今に家、家の中に、 えー、受信機を設置してない、スマホしか持ってないような方にもしっかりとプログラムを届けていく、もうその、いや、こういうやり方で見る,あの見ることができますとか、まあ、そそ細かいことはいいんです、いいんです、根本的にそういうその設置型の受信機とです、ね、ネット時代のスマホ、要は電波の受信機と、えー、インターネットの、ネットの、お 通信,通信の世界ですね、ネットで、えー、画像を、コンテンツを受け取る、ここをどう調整をしていくのかという課題は、結局、私は総務省はまだはっきりとおそこについて、メ、え、ド、ー、を立ててないように、えー、承知をしていますが、第五在任中にですね、まあ、あのぜひ、えー、長期政権を。 あの総務省だけでも維持していただきたいと思いますが、ちょっとそこをあの、お願いします。高市総務大臣、はいまあ、先ほどあの、イギリスの BBC の,の例を挙げられましたけれども、まあ今日現在でイギリス政府で何か正式な決定があったという状況ではありません。であのもうネットとと要はえと通信と放送のの融合の 重大でございますから。あの受信料制度のあり方そのものに。あのつきましても。これはタブー視せずに議論を始めなければいけないと。私は強く思っております。まあ今その環境を、整えるべく、あの調整をいたしております。委員長。足立君。ありがとうございます。あの私たち日本維新の会もですね。先の参院選でも。えー、もういわゆる公共は。 公共分野と、それからいわゆる民間の番組、例えば有料放送とか民放とか、そういうところでできるような番組は、もう民営化して、完全民営化して、民営化という言い方が適当か分かりませんが、そして公共的な役割、今日議論しているような、今日前半で議論したような、公共的な役割を担う部門はですね分けて、分割して、しかるべき制度を作っていく以外に、 世界で進みつつある大激動の時代、インターネットの時代、放送と通信の大融合時代に対応していくことはできないと思ってますんで、またぜひあの、えー、大臣とです、ね、この議論はこの委員会でも討,議討論をさせていただきたいと思います。話は地方税に入りますが、えー先日、先日ですね、私の地元、大阪府の池田市で、 即席麺、チキンラーメンがふるさと納税の対象として、ふえーまあ、報道ベースでいうと、復活というような報道がされています。えー、と経緯が若干ございますので、楓、えー、局長からあご紹介をいただければと思います。海出理事税務局長、えー、大阪府池田市におきましては、えー、平成20年9月以来 ふるさと納税の返礼品として、インスタントラーメンを提供しておりましたが、昨年6月のふるさと納税指定制度の施行に伴い、定められた、国事における地場産品に係る基準のうち、区域内で製造・加工等が行われているという規定に該当しないものとして、同市の判断により、提供を取りやめたと承知しております。返礼品の再開に向けては、同市におきまして、 インスタントラーメン発祥の地であること、インスタントラーメンが市民に深く愛されており、市にはカップヌードルミュージアムも設置され、町おこしの一環として PR に取り組んでいること、等から地場産品として扱い余地がないか検討を進めてきたと承知しております。総務省としては、国人に定められた地場産品の基準のうち、 地方団体の広報の目的で生産された当該地方団体のキャラクターグッズ、オリジナルグッズ、その他、これらに類するものとの規定について、その趣旨や解釈をお示しするなど、市からの相談にお答えをしてまいりました。これらの経緯を経て、池田市において、同規定についての解釈を踏まえ、関係企業とも協力の上え、基準に適合する形となるよう、 提供する返礼品について、えー、オリジナル性を高める等の工夫を凝らし、えー、先般、えー、提供再開に至ったものと承知しております足立君。ありがとうございます。あのー、まさに今、ご紹介いただいたとおりでありまして、やっぱり今あの、えーね、法務省の、えー、法務省、森大臣のところで何かあの法律の解釈みたいなことで、大揉めに揉めておりますが、あのー、やっぱり、 解釈ってあるんでですよ一定の幅でねその中で、やっぱりしっかりとその法令の本旨、法令の趣旨に、まあ、立法意思みたいなものにしっかりと乗っ取りながら、その範囲で地域でしっかりと工夫をしていくことが大変重要だと思っています。その中で、えー、昨年の4月に新しく市長に着任をされた富田洋樹池田市長。 と私もいろいろご議論、議論をしながら、また総務省に解釈、法令解釈をめぐるさまざまな紹介もさせていただきながら、楓局長はじめ、あるいは高市大臣はじめ、総務省の皆様のですねまあ丁寧なえそういうまあガイダンスというか、をいただきながら、池田氏の工夫によって、こうしてチキンラーメンがですね、え、ー 法この趣旨に沿って再開ができたということをです、ね、大変ありがたく、まあ、ありがたくというかあの、喜ばしいことであると、こう思っております。あの一応ですね、楓局長にも若干その、えー、まあ、あの経産省でね、あのご一緒した、あ,あまり言わないほですね、僕とご一緒したっていうと、あんまりプラスにならないですね、あの経産省にご執行いただいてたときにね、 同じ部署で働いたことがありまして、大変楓さんも偉くなったなあなんてあ、失礼ですが、思っておりまして、ねあの、でもまあ、そういう立派な方々が霞が関で頑張っていただいているおかげで、こうして地域でも新しい、まあ、あるべき展開を実現できたということをです、ねまあ、国民あの、市民の皆様、国民の皆様にもご報告をしておきたいと思います。本件の経緯はは、ね、詳細は 私のユーチューブチャンネルねあの、あだちゃんというチャンネルがありまして、大臣、足立やすしチャンネルであだちゃんというのがありまして、あさちゃんじゃなくてあだちゃんというね、でここであのチキンラーメン、今、局長からご紹介いただいたことの経緯をです、ね、詳細、富田市長と私のまあトークとしてですね、紹介をしております、大変おも面白いと言っていただいてますので、ぜひ皆様もお時間がありましたら、コーヒーブレイクのときにご覧をいただければと思います。 残る時間はです、ねえーと、この今回の地方税にはですね、えー、地方税の見直しにはですね、いわゆる、えー、個人住民税における未婚の一人親に対する税制上の措置云々ということで、まあ、いろんな議論が活発にマスコミも巻き込んで行われてきました。で関連としてですね、これ、予算委員会で私が、あのー、お見せしたことがあるですね。 あのパネルをもう一度お持ちをしましまた、えー、今日は、えー、法務省からもですね、えー、竹内官房審議官、お越し、ありがとうございます。お若いですね、あまあどうでもいいか、よろしくお願いします。あのー、ここに書いてあるように、この、これからの時代ですね、これからの時代。 私たち維新の会、あるいは私は、国民の社会生活、国民の社会生活を支える制度は、できるだけ多様な選択肢、さまざまな境遇、さまざまな環境の中で、国民一人一人が懸命に生きている、働いているわけでありますから、また家庭を営んでいるわけでありますから。 できるだけ多様な選択肢を用意して、新しい自由で安心な社会をつくっていく、これが私自身の政治信条であります。そうした観点からはですね、まあ、私はあのかねてあの、リベラル政党の国対委員長をなじってたことがありましてね、どうしてもなんかあの、えー、右派というか、保守系の人たちから、 もっとやれとかってよく言われるんですが、こういう選択的夫婦別姓の話をやると、選択的夫婦別姓に賛成だという足立さんの意見だけは許せないとか言って、ネットで叩かれるわけです。しかし私はもう今、この選択的夫婦別姓に関するツイートを、ツイッターの一番上にも固定してます。大変重要なテーマだと思ってますま。もうちょっと言うと、並行して皇室の議論があります、皇室の議論が。 こ継承の話、話今年の昨年の7月の参院選で、私は大変批判をしているわけですが、野党第一党の代表がですね、街頭で、ま,あ、まとめるとこういうことをおっしゃいました多様な多様。多様性を認める時代だから、選択的夫婦別姓は当然実現をしなければならないし、女性天皇、女系天皇も実現をすべきだと。 これをねこう混ぜてて議論していったんですねふざけるなとむしろね、ね、大臣、むしろ逆だと思いますよ、社会がどんどん社会がどんどん変化をしていく、社会が多様な選択肢を認めていく、それと並行して、それを進めれば進めるほど、伝統はもっと強く守っていかないといけない。私は先ほど申し上げた できるだけ多様な選択肢を用意して、新しい自由で安心な社会をつくっていくのと並行して、逆に同時に皇室の在り方を検討するに際しては、できるだけ、できるだけ伝統を重んじるべきだと、こういう話を私は主張しているわけであります。これを理解できない右派とか保守系統は、よくわかんないですね、何考えているか。さて、そこで、 この選択的夫婦別姓を実現するために、去年の7月の、え、違う、5月、えー、っと、夏にですね、去年の夏に私、サイボーズの青野社長のところに行きました。国会の中でさまざまな超党派の勉強会が今始まってますが、それが始まる前は、サイボーズの青野社長は1人で、サッカーさんという弁護士さんと、 司司法法府でで裁判所で裁判司法闘争をされていましたで私はね、あのサイボーズの青野社長のところに飛び込みで行きましてね、そして青野社長と、もう司法闘争もいいけど、国会に来てくださいと、申し上げて、国会でのお、にお力をいただけるようにお願いをしてきた経緯があります。私は、そこで実現すべきいや、国会で議論すべきテーマは、 実はこれまではですね、今の制度、この青いのが今の制度に対して、別氏を選択できる、いわゆる選択的夫婦別姓の議論を実現をするか、するかしないかで、空中戦やってるわけですが、本当に大事なのは、実はその下のレイヤー、まあ、上と言ってもいいんですよ、そしてもう一つのレイヤー、要は子どもの氏はどうするんですか、あ解散さん、お忙しかったらもういいですからね、でも面白いでしょ、これ。 ねえねあの、ぜひ聞いていってくださいね、あの子どものおじをどうするのか、あむしろ小島さんねあの、大丈夫ですよ、ありがとうございます、頑張ってください、ははい、応援してます。はい、あるいは一番下の,その戸籍や民法、戸籍をや民法をどうするんですかということで、大変な幅があるときに、いわゆる、 赤いところはね、共産党やかつての民主党、今の立憲民主党や国民民主党が出している議員立法は、子どもの氏は出生時に決めるという極端な案を出しています。彼ら彼女たちの悪いところはこれですね、絶対に自民党が乗れない案を出してわざわざ揉めさせる、彼らは夫婦、彼ら彼女らは夫婦別姓を実現したいんじゃないんです、揉めさせたいんですね。 だと、まあか、という国民の声、よく聞きます、ね。でもそれをやるとね、一番右の戸籍の廃止に行き着きます、極端な場合にはね。それに対してかつて、民行審、今の法務省の法制審が答申をした内容は、この二つの氏と書いてあるところで、まあ、要すれば、えー、別氏を認める。 というところまではししましたでもそのときに、どういう戸籍法、どういう民法にするかというのは、あ特に戸籍の在り方については、まあ、これからまたみんなで議論しましょうという確か内容だったと承知をしています。これをまあ2つの字が並び立つとか言って、でもそうするとです、ね、なぜこれを自民党が蹴飛ばしたかというと、私の理解は、いわゆる、 今の戸籍制度の根幹の背骨であるところの同一戸籍同時制という大原則が崩れるからです、そこで今、政府は自民党政権、自公政権はどうしているかというと、住民票に、住民票に旧氏、その社が過去に生していた氏であって、 その社にかかる戸籍または除かれた戸籍に記載または記録されているものをいうんぬんと、この字旧姓をですね住民票で交渉することによって、そしてその交渉した旧姓を、給字を、えー、マイナンバーカードとかに併記ができるようにする、これが今の事項の制度です。でも私は、これね、だめだと思いますよ。まず かっこっていうのが何かよく分かんない。兵器というのが、兵器というのがよく分かんない。だから今やってるのは兵器なんです。だから先日も予算委員会で、外務大臣がご答弁されてました、ややこしいので、もう仕方ないから分かった、パスポートにこれは旧制だって明記するからとかって、わけの分からんというか、わけ分かるんだけど、もう、美方策の中のさらに、美方策を答弁されてました。恥ずかしいですね、自民党の皆さん。むしろ今せっかく 総務省の世界で、住民票に救世が、救字が交渉されてるんだから、それに一般的法的効力を与えたらいいじゃないですか、兵器じゃなくて、兵器じゃなくて、救世、救字要は戸籍ではない、住民票で交渉されているところの救世、救字が、救字に一般的法的効力を付与する措置を検討すべきだと私は思います。 きのう,いう,ふうに、昨日レクで申し上げたらね、えー、総務省の方々が、いや、一般的法的効力っていうのは、日本国が持ってるすべての法律だから、私たちには答えられませんって言うんですね、まあ、それはそうですよ、これは総理大臣しか答えられません、でも安倍さんも今ね、外交とかでお忙しいんで、私はあの高市大臣にはね、総務省が所管している法律から始めましょうよ。 総務省が所管されているさまざまな法律がある、単に住民票で交渉する、マイナンバーカードに併記するではなくて、住民票で交渉した上で、その住民票で交渉した、されているところの急性求事に、あまねく総務省が所管しているあらゆる法令が、それで機能するように法律改正したら済みですよ。そうすれば一切 民法、戸籍法の枠組みの根本のところを触らなくても、この旧姓を交渉と言って書いてあるところですね、これは私の足立案です、これ時効案、これは現状維持というのは旧姓兵器です。旧姓を交渉する、これ、足立案です。2つの字と書いているのが、法務省の民業案、要するに法制審案、で、民主党共,共産党案です。私は私はの案すなわち 旧姓を住民用で交渉している今の制度の延長線上で、各省がそれぞれの持っている法令を当該求事、求正、交渉されているんだから、それに一般的法的効力を付与すれば、完璧に今、不便を感じていらっしゃる配偶者の方の氏や姓をめぐるご結婚時の強制的に同時にすると言って、非難している方がいる。 いわゆる不便、不便を解消することが僕、簡単にできると思うんですね。大臣、検討していただけません高市総務大臣あの。夫婦別姓の議論につきましては、私自身がずいぶん昔になりますがあの、戸籍上の夫婦親子は同性として、 ファミリーネームを残した上で通称使用、旧姓、まあ、ですけれども、旧、え、姓、ー、使用の,あの利便性を高めることが望ましいと考えまして、あのまあ、免許証やパスポートやあのいろいろな公的な書類を、えー、平気にするあの、それからまた事業者。 国会の会議などがです、ね、ちゃんと職場であのみんなが給水使っても大丈夫よということで努力をしていただくような議員立法案をあの提出あの、過去に起訴したことがあるのですが、まあ、これは自民党内でも随分あの意見が分かれまして、結局あの、国会に提出はなりませんでした。し、まあ、しかしながら まあ、やはり、救世主要の拡大はすべきだと考えましたので、前回、総務大臣だったときにです、ねあの、そのためにマイナンバーカード、およびまあ住民票などに救世兵器をあの可能とできるようにしようということを主張しまして、あのようやく昨年12月に関係政令があの施行しました。 まあこれで旧姓をマイナンバーカードに記載して、公的な証明はできるようになりました、ただ、ああ選択的夫婦別姓制度そのものにつきまして、やっぱりこれはあの法務省において、戸籍法および民法の議論が大事だと思います、でせめて総務省がえ所管するあの法律だけでもということですが。 まあ私が見る限り、かなりの,あの法律関係については、もうすでに急戦で大丈夫になっています、まあ、地方公務員、消防職員、行政書士、消防設備士、危険取り扱者ま者、公職の選挙もそうです、最高裁判所。 のまあ国あの裁判官の国民審査もそうですただ、まずすべての所管法律をあの全部精査、まだできておりません、一、まあ、つ気がついたのが、電波法で無選挙区免許の条文が氏名って書いてあるんで、その氏名っていうのをあのマイナンバーカードに併記した、旧姓で認めてもらえているところと、そうでないところがあるんじゃないかと思いましたんで、これは通知を発出して、旧姓でも OK というようにするように指示をしております。 まあ残り、全部精査をした上で、まずはまあ総務省の法令から、旧姓を堂々と使えるようにえしていきたいと考えております足立君ありがとうございます、あの高市大臣のご答弁、まあ、これまでの取り組みを含めてです、ね、心から敬意を表したいと思います、ただ、ただ今、大臣がおっしゃった、あの旧姓を使えるとおっしゃってるのは、兵器ですよね、じゃないのかな、あのちょっと、え小林さん、知ってる 小林さ私の理解は、私の理解は、えー、マイナンバーカードを、例えば住民票で交渉した旧姓をね、でその旧姓を、例えばマイナンバーカードに併記できるというのが僕の理、ちょっと違ってたら教えてください、あの事務方でもいいですよ、併記できる、でも結局、併記だけだとね、氏みたいなものが。 旧姓はではありません旧でですでも、宇治と旧宇治が併記されていることが、実は大変な混乱をもたらしているという議論もあるので、私の提案は、旧宇治だけで社会生活が営めるようにしたらどうかと、旧宇治、旧姓だけで、社会生活に何の支障もない、そういう社会をつくることが、法務省だけは、もう法務省はね、あの あの重たいんですよ、あの法制審というのはね、だから法務省はちょっと、あのまあ、森大臣、また議論したいと思いますが、法務省だけは置いといて、要は戸籍の在り方とかを議論しだすと、また大議論になるんで、せっかく、せっかく高市大臣のイニ,アイニシアティブで、戸籍でを交渉氏名を交渉するのではなくて、住民票で、旧氏、旧姓を交渉していただいている。これはもう すすごいインフラだと思うんで,すでその高市大臣が作られたすごい、すごい画期的なインフラをです、ね、まだ日本社会は需要してない、でどうやって需要してるかというの私の理解では、兵器という形で需要してるわけです。それもこれからです、法令は。で、今、大臣はそれ、できるだけ総務省の法令は見ていくわということで、ご答弁いたして、それは感謝ですが、私はもう兵器じゃなくて、急性急うだけで、 社会生活を営むことになんら支障がない社会は、法制審や戸籍法、民法をちょっと脇に置いといても実現できると思うんですが、どう思われますか。高市総務大臣うん例えば、最高裁判所の,あの裁判官の国民審査。 あれは、旧姓の,のみで名前が書いてあっても大丈夫ですし、<お>あの私たちの、えー、出る国政選挙も、旧姓および、まあ、通称の登録を、えー、すれば大丈夫ですよね。だからこれは旧姓のみということが可能でございます。まあ、ただですね <laughs> あの、消防設備士とか、まあ、行政書士とか、先ほど私があの例を挙げましたのは、 これは兵器でございます。 でまあ、これ、ちょっとそれぞれ、あの事、ー、業のによって違うんですね、あのそれぞれまあ所管しているあの役所もあの違いますけれども、今、総務省に関してえ所管している事業だけ申し上げましたけれども、まあ、その団体の内規によって、これは旧姓でも、旧姓だけでも大丈夫ですよとか、兵器ですよとか、戸籍名でしかだめですよとか、まあ、いろいろ団体によってばらばらであ,のありました。 まあ、総務省の所管団体も、まあ、全部が全部とはまだ言い切れませんが。あの、まあ、概ね平気という状況になっております。で、委員おっしゃるように、どうでしょうか、その旧姓だけということに、まあ、する。 必要があるのかどうかということも、もしもなんか戸籍に連動した法令があった場合には、なかなか難しくなる、あの本人の確定が難しくなるということと、まあ、マイナンバーカードを持ってていただいたら、写真もついてますし、であの戸籍名も、そしてあのちゃんと届けを出せばです、ね、救世も併記されますので、まあ、本人確認もできますし、まあ、それが一番いいんだろうと思っております。委員長 足立君あの大変ご丁寧にご答弁いただいてありがとうございます、これは本当に大臣、大変重要な論点でありまして、私はやっぱり、特定の社が複数の氏を使い回すということが、混乱を結構生んでると思ってるんです、実は。だから、あの本当に旧氏、旧政が社会的に使えるようになれば、ですね、まあ、変な話、氏はちょっと使用を、まあ、控えていただくというか。 いや結局せんあの、旧姓を使いたい、えーと、選択的夫婦別姓を望んでらっしゃる配偶者の方の多くは、私はそのもう一つの,その戸籍上の氏を、ですね、えー、両方二つの氏を使い回したいんだなんていう方を聞いたことありません。だから、兵器というのは複雑にしてるだけなんです。私は仮説ですよ。 私の仮説でぜひもっと調査をしていきたいと思いますが、もしそうであれば、例えば、戸籍は戸籍で、これ、戸籍を重視する方も多いので、こう置いといて、でも繰り返しになりますが、せっかく高市大臣が住民票で住んでるところに、ね、利便性がある、要は私が着目しているのは、伝統とか戸籍とかじゃないんです、利便性です。 日本国民の社会生活上の利便性を高今そ今、同性、同時性を強制されるといって、不便を感じていらっしゃる方がおられるのであれば、その方々が住民票で交渉されているところの救憩、給児を使うことによって、それだけで社会生活を営むことによって、またそのときにはそれを選ぶのであれば、ちょっとまあ,あ、戸籍上の氏はですね、まあ,あ、 どうするかわからないけど、まあ、そこ、議論ですが、例えば、そのときにじゃあ、今おっしゃった、今、これから私たちが社会生活を営んでいくときの最も重要な社会インフラとして、拡大をしようとしているマイナンバーカード、例えば、マイナンバーカードには、選択をした人は、救世救字だけ書くようにすれば、法務省は置いといて、戸籍はちょっと脇に置いといて、脇っていうか、そのど真ん中に置いといて。 社会生活上は、マイナンバーカードを、住民票とマイナンバーカードをうまく組み合わせることによって、複数の氏を使い回すなんていうことではなくて、急性求児を使いたい人は、じゃあそれを、えー、住民票で交渉し、マイナンバーカードにはその選択した氏をです、ね、しっかりと明記すること、場合によってはそれだけを明記することによって、 その方が急性急事で社会生活を営むことにしっかりこれ、議員立法とかでも議論していきたいと思いますが、今日分かったことは、もう高市大臣がほとんど作り込んでいただいているということで、私が大きな声で騒がなくてもですよ、高市大臣がまず総務省の法令をよく見ていただいて、先ほどの私は兵器じゃない方がいいと思う。じゃあ 住民票で交渉している枠組みの上に、兵器をする今の世界、それから今おっしゃった一部、単独で、急性求児だけで社会生活を営める法令もある、じゃあ、すべての法令で、総務省のすべての法令で、急性求児だけで社会生活を営め,るか営めるのかどうかということを、やっぱり検討していただくことは簡単に僕はできると思うんですね、総務省であれば。 まず総務省からそれを検討していただいて、また追って、この一般質疑とかでご議論をさせていただきたいと思いますが、チェックだけはいただけなでしょうか高市総務大臣。あのまあ戸籍名と旧姓のですね兵器については、もう関係法令については、もう一度精査をして進めさせていただきますが、委員がおっしゃるように、選んでえマイナンバーカードに書けば、 あのそれで全部通すということになりましたら、これはまたそのいわゆるファミリーネームを残すか残さないか、親子の、のいや、また兄弟のうだの氏をどうするのか、そういった議論になりますね、総務省単独ではできません、やはり法務省を中心に検討していただくべきだと思います。 君あの時間来ましたので終わりますが、大臣、あのぜひねあの、先ほど大臣がまさに、いみじくもご紹介いただいたように、今でも、急憩、急事だけで、えー、通用している法令もあるわけです、ね、先ほど、裁判所の、裁判官のなんとかとか、そうであれば私はそれを広げていけば、もう事実上、選択的夫婦別姓の制度はです、ね、利便性を不便、不便を解消するという一点では、もうすぐにできると。 こういうふうに主張をし、また大臣への、大臣がまたご指導いただけるように、ご検討いただけるようにお願いをして、質問を終わりますありがとうございます。 次に井上